縦パス、マルキーニョス突破からシュート。今得点王に最も近い男、鹿島アントラーズマルキーニョス。そこで今夜アントラーズ伝説のストライカーたちが当時のヒットランパーと共に蘇る。さあ時空の旅に出発。やっぱりこの人アルシンド。カッパみたいだけどかっこいい。そのアルシンドをブラジルから連れてきたのは神様ジーコ。中盤の位置から抜群の得点感覚を見せた。第一次黄金期を支えた男たち、黒崎久志、長谷川義行、アントラーズ史上最もゴールを決めたストライカー、そして最もサポーターに愛されたストライカーだった。94年貴公子レオナルド来日し、 J リーグに来た初の現役ブラジル代表。95年には世界最高の右サイドバックジョルジーニョが加入。そのレオナルド、ジョルジーニョと抜群のコンビでゴールを量産したストライカーマジーニョ。ジークのまな弟子柳沢篤、長年アントラーズの象徴といえばこの男だった。相手がどこであれやっぱり勝つためには得点が必要ですし、勤労鈴木孝之、柳沢とのコンビで第二次黄金期に活躍した。時は流れ2008年、首位を走るチームの原動力マルキーニョスの思い。De dizer sim que é um sonho que eu venho lutando todos esses anos que eu estou no Japão. 先人たちが成し得なかったアントラーズ史上初の得点王へ。頑張ります。こうしてね。